はい、和正です。今日は室内飼育場の環境を紹介していきたいと思います。室内飼育場は久しぶりですね。以前少しねちらっと紹介はしたんですけども、今日は室内飼育場の環境を紹介していきたいと思います。まあ中にはねもう映せないやつもあるんですけども、まあネタバレ的な感じですよね。そんなやつもあるのでチラッとしかね、お見せはできないかもしれないですけども、このね室内飼育場の環境をね紹介していきたいと思います。まあうちでね、まあ、どのようにして加温しているのか、まああとねまあ、露材にしてもそうですけど、まあ、どういった環境でねメダカを飼育しているのかっていうのをね紹介していきたいと思います。はい、まずは容器になります。容器は100均で売っているスクエアボックスになります。これで、まあ、大体ね制御とかも制御、まあ、あとね卵を取っているものに関してはこのスクエアボックスですね。あと稚魚の一部もスクエアボックスで飼育しています。まあ下の方はね稚魚ですね。稚魚はまあ下の方で、スクエアボックスの深いやつで飼育しています。まあ、深い容器だったらね成長も少しは早くなると思いますので、まあ、特にねこんな感じで一つの容器で多くね入れている場合はなるべくね深い容器を使ってあげようと思っております。あとエアレーションですね。エアレーションは分岐させて、全部ね使ってます。元をたどるとこんな感じ。まあ手前はね去年までやってた集中ろ過システムのね後にはなるんですけど、まだね片付けてません。今年ねしようかどうか迷っていたので撤去はしてなかったんですけども、まあ、今はね稼働してません。でエアレーションはこんな感じで全部ね、つけております。で元をたどるとここですね。水作のエアマックス 12000C-4 こちらを使ってるんですけども、音がねうるさい。なのでもしかしたら買えるかもしれないですけど、これでねもう3年ぐらい使ってるのかな。まあ、こんな感じでエアレーションは管理しております。そして照明はこれ Amazon で売っているバーライト LED と言われるやつになります。まあ使われるメインで使われるのはねフィギュアとか、まあ、コレクションケースとかにつける照明だと思いますけど、まあ全然ね光的にはこれで問題ない。散乱もしますし、まあ問題ない。で一つね、何本だったっけな、6本ぐらい入って8本入ってたっけな、6本ですね、6本入って2000円ぐらいなので、まあ、全然安い。コスト的にもね全然おすすめできるやつとなってます。まあ、全てねこんな感じでつけてます。上の方は、まあ、1個しかねつけてませんけど、まあ、下の方は、まあ、これね間違えて手前のオレンジ色のやつですね、こちらを買ってしまったのでもうついでにね2個つけているといった感じですけども、まあ1個でもね全然産卵もしますしメダカたちはね成長します。そして
次に水草はだいたい入れてます。陰性水草なので成長もね簡単といった感じになっております。まあ、この容器だけねアマゾンフロックピットですね入れてますけど、基本的には入れてません。で、今週ですね今週初めにこのね露材を入れました。ボラ土ですね、ボラ土とあと赤玉土が混ざっていると思います。園芸でね、花とかね、それで使っていたやつを再利用して使ってます。これだけ、まあ少しね、少しでもバクテリアが定着してくれたらという気休め程度ですねに入れております。あと一緒に入れているメダカとね一緒に入れているのが、これひっくり返ってますけど、これはヒメタニシですね。先週の初めぐらいに購入しましたけど、まあよくひっくり返ってる、なのでまあ落ちちゃう可能性もありますよね。もともとはこんな感じで石巻貝を入れてまして、石巻貝と、あとあそこに石巻貝、ここにもいるか、石巻貝と、ここにない、あった、ラムズですねを入れてました。で、まあ、久しぶりにヒメタニシが安かったので購入して入れてるといった感じですけど、まあこんな感じでひっくり返るのでまだね効果はよく分かってません。まあ石巻貝と、まあ、ラムズ入れとけばね大体容器は綺麗に保たれます。そしてよくね質問でいただくんですけども、ヒーターはどうしているのかと、加温はねどうしているのかというと、今日はねちょっと寒いんであれですけど 22.5 度、ちょっと低めなので、今ねバタバタしてますけど、こんな感じでうちはこのヒーターでね、今年も乗り越えようと思ってます。昨年はこれ一つでね乗り越えることができました。今は時間管理をしておりますけど、まあ、近いうちね面白いアイテムがあったのでそれもね紹介できたらいいなと思っております。まあ、他にもねここにいろんな生き物がいるので部屋全体ね温めております。そして、まあ、このね塩ビで対策、火事というか上からね物が落ちてきて、まあ、火事に、ね、なったりしないように、まあ、このね余っている塩ビを使って対策をね作ろうとしていたところになります。そして、卵を取りました。でこんな感じでだいたいドボン、することがほとんどになります。この容器は100均で売っている、今は200円になっているのかな、200円になっているこのタッパーの大きいやつですね、メガフードコンテナになるんですけど、これはねハリコチ魚の育成にちょうどいいサイズとなっております。こっちはサタンですね、だいぶ生まれてきました。1匹だけ大きいですけど、まあ、こんな感じで張り子はねこれで管理していくようにしてます。今は、まあ、こんな感じでちょっとね容器が多いんですけども、これからね、絞っていく感じになります。一部は屋外で越冬をねしてもらおうと思っております。で水替えは100均で使っ
売っているホースを使って週に一度半乾水程度ですねやっております。まあ、こんな感じでね、糞が、落ちているのでこれを吸い上げる、吸い取るといった感じですね。まあ、なるべくね糞は取るようにしてます。週に1回ですけどね。まあ、張り子稚魚のところですよね、そこはできないので、まあ、ほとんどねこのスポイトで取るようにしてますけど、まあ、限界があるのでね、まあ、大きくなったら思いっきり水替えしてあげるといった感じになります。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はメダカの室内飼育場の環境をね紹介させていただきました。まあ、うちはねヒーターこれだけで対応していく予定となっております。まあ、火事がね心配と言われる方もいると思います。まあ、実際に自分も心配なんですけども、まあ、このねこれで防火というか、火事を、ね、防げるような柵をね作ろうと思っております。まあ、今はねほんといっぱいになってきたのでこれからね絞っていこうかなと思っております。今回の動画がね、参考になれば嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。